ズニーシーでやった企画、夜景スポット特集のディズニーランド編をやりたいと思います。それではもう暗くなって夜になったので早速行きたいと思います。ではレッツゴー。イエス。まずはこちら、ミッキーの噴水前、ロジャーラビットの噴水。日中は賑わいを見せるトゥーンタウンですが、夜になると辺り一帯にカラフルで綺麗なライトアップが灯るので、ロマンチックな雰囲気を作るには十分な場所になります。そんなトゥーンタウンでおすすめな場所がエリアにある2つの噴水の前です。その姿が美しいのももちろんですが、噴水の縁は座ることができるので、そこに腰をかけて噴水に落ちる水の音を聞きながらゆっくりしていれば自然といいムードになること間違いなしです。ただし濡れている場所も一部あるので要注意。夜遅くなればなるほど人も減るので、その時間帯に足を運びましょう。次はここだ。スイスファミリーツリーハウス。こちらは木の上に建てられた家を散策することのできるアトラクションなのですが、ここはなんとディズニーランドで一番高いところに自ら登ることができる場所なんです。そこから見える景色もとっても素敵で、普段では見れない角度からパークを眺めることができます。その中でも一番のおすすめは寝室近くから見るシンデレラ城。木の隙間から見えるシンデレラ城の姿はとっても幻想的で、見ているだけでうっとりしてしまうこと間違いなし。人が少ないです。あまり人の来ないアトラクションでもあるので、静かで落ち着いた雰囲気だというのもおすすめなポイントです。次はここだ。願いの井戸は映画白雪姫内で、井戸の中に向かって願いを唱え、その願いが反射して聞こえてきたら叶うという内容で登場します。ミッキーになりたい。そんな素敵な物語をモチーフにして作られたこの場所もロマンチックな夜景スポットの一つに挙げられます。ここは白雪姫や七人の小人たちのオブジェが飾られており、夜になるとそれらを含めたあたり一帯がライトアップされ、素敵なムード漂うスポットなんです。また滝から流れ落ちる音と一定時間経つと聞こえてくる白雪姫の歌声もより雰囲気を引き立たせてくれ、ずっといられるような特別感を感じることができます。シンデレラ城のすぐ近くにあるにもかかわらず、あまり人の来ない穴場スポットでもあるので、好きな人と一緒に来てこの井戸で願い事を唱えてみてください。次はここだ。蒸気船マーク・トゥイン号。こちらは本物の蒸気船に乗り、ウエスタンランドにあるアメリカ側を船で回るアトラクションです。海などのクルージングと同様、船に乗って楽しむ時間は本当にロマンチックなので、それを気軽に楽しめるこの場所に立ち寄らないわけにはいきません。さらに夜になると船全体がライトアップされ、一帯が大人ムード漂う雰囲気のある場所へと変貌するので、カップルで行けばまず間違いないスポットとしてもおすすめできます。景色自体もビッグサンダーマウンテンやスプラッシュマウンテン、シンデレラ城などのランドマークが眺められるので満足度も高め。なお3層構造になっているので、階を変えることで見える景観が大きく変わります。景色で言えばやはり3階がベストですが、ゆっくりまったりしたい方は人が少ない 1,2 階がおすすめです。疲れている方は椅子もあるので、そちらを利用するのもありです。冬は寒いので北海道必須です。次はここだ。アメリカ側。穴場的な場所だと思われるかもしれませんが、ここはディズニーランドのフォトスポットとしても選ばれている絶景が魅力の場所です。こちらのおすすめポイントは、先ほど紹介したライトアップする蒸気船マーク・トゥイン号を眺められること。アメリカ側に反射して映るその姿はとにかく美しく、見るもの全てを魅了します。そしてその先に見えるスプラッシュマウンテン、一定のタイミングで通るウエスタンリバー鉄道もその景色にさらなる良さを加えてくれます。ちなみにここは個人的にかなり好きな場所で、夜にまったりゆっくりしたい時によく足を運んでいます。
辺り一帯も暗く落ち着けるので、時間を忘れてゆっくりしたいときにぜひ。次はビーバーブラザーズのカヌー探検前のベンチ。アメリカ川周辺で他の場所を挙げるならここ。ここから見える夜景はそこまで美しいとは言えないのですが、ビーバーブラザーズのカヌー探検がクローズした後は人の通りがパークで1位2位を争うほど少なくなるので、2人の時間を楽しみたい時には最適です。この時はだいたい15分ほどいたのですが、花火が終わった後の時間帯だったこともあり、通った人はわずか2組でした。ただし一定時間ごとに蒸気船マークトゥイン号とウエスタンリバー鉄道が通るので、その時ばかしは少し騒がしくなります。そして一番の標的はこいつ。正面の椅子に座るとこのクマの目線がめっちゃ気になるので要注意です。次はここ。そして最後に紹介するのがシンデレラ城の前です。シンデレラ城は夜になると綺麗にライトアップされ、その姿はパークのシンボルにふさわしい美しさと輝きであふれています。ここはそんなシンデレラ城を一番近くでかつ最高のシルエットで眺められる場所なので、候補に入れないわけにはいきません。しかし真正面の場所は写真撮影をしている人が多く、ゆっくりするには向かないのが少々難点。そのため斜め向きにはなりますが、少し横にずれた柵のあるあたりに移動しましょう。人通りがあるものの近くにあまり人が寄ってこないので、柵に寄りかかりながらゆっくりとシンデレラ城を眺めることができます。また横に近い姿になってもいいなら、トゥーンタウンへ続く橋の上もおすすめ。ここだと遮るものなしに池に反射した美しいシンデレラ城を楽しめます。ベンチも設置されているので、そこに腰掛けゆっくり景色を眺めれば自然とロマンチックな雰囲気になること間違いなしです。というわけでディズニーランドの夜景スポット特集でした。イエーイ。人通りの少ない穴場のスポットはあまりなかったのですが、ディズニーランドらしいとても素敵なスポットが紹介できたと思います。ぜひ今回紹介した場所でロマンチックな時間を過ごしてみてください。その他にも夜景やディズニーでの素敵なフォトスポットが知りたい方は、私のインスタでたくさん紹介しています。よかったらインスタもチェックしてみてください。それではまた、バイバイ。あれ、願うのそこじゃなくて井戸だろ。こっちの井戸だろ。願いの井戸なんだから。見てくれてありがとうございました。チャンネル登録はこちら。スマートフォンの皆さんは下の概要欄から登録お願いします。あと Twitter、インスタ、ブログ